CM だ。めっちゃ綺麗です。皆さんこんにちは、美容家の崎岡めぐみです。真夏ですよね。やっぱり夏ならではのお手入れ法をお届けしたくって、今日は夏のナイトルーティーンをお届けします。他の季節と違って、なんかお風呂上がりになんかすごい滝汗かいちゃったとかね、よくあるでしょう、はい、うん、やっぱり皮脂が溶けるんですよね、暑いので油田のようにお顔がなっちゃったとかね、逆に油っぽいのに乾燥するとか、そういうこう夏特有のお悩みがあると思うんです。ちょっと変わってないアイテムもあるんですけれども、夏の私のお手入れ法をちょっとご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。今からメイクを落としていきますね。まずちょっとアイメイクを落としますね。ちょっと本当に顔が変わるので、皆さんちょっと許してくださいね。クレドポーのデマキアンで、アイメイクを落としていきますね。私が使ってるデューのクレンジングバームも落ちるんですけども、これでアイメイク最初に落としておいた方が効率的、お肌に長くクレンジング剤を置かなくて済むので、私はこういう風にしてます。これで、一回、クレンジング前、すごいこのね、クレンジング前の、ぬるま湯洗いをします。そうすることで、肌表面に付着した、異物、耐久性物質とかを、ちょっと洗い流します。そうしないと、なんかね、これって、肌の上をクレンジングくるくるするときに滑ることがあるので、で、タオルで水気を拭いてしまうと、タオルの洗濯が大変になるんですよね。なので、私はティッシュで、こういうふうに、じゃあ、クレンジングに入りますね。クレンジングは、ディオザクレンジングバーム。私が開発した、商品になります。詳しく見たい方は、こちらの動画にご覧いただければと思います。まず、なんか一応ね、正解は、皮脂の多い部位からクレンジング剤を乗せていく。なんだけど、だいたい20秒ぐらいで、クレンジング、終わらせていただきたいんですよね。で、口から外に、下から上に。で、お鼻のところは、ちょっとこう、小刻みに、中指で、この鼻の下も結構溜まりやすい汚れが。鼻のてっぺんは、こういう風に円を描くように細かく。首も日焼け止め塗ってるので、ね、普段はお風呂に入る前に、裸になって、こう、くるくるして、それでお風呂に入って、ちょっと流すので、首も下から上に、の要領で、この辺、今日さんに糸付きのところは下げてもだいぶ首のシワにも汚れが溜まってるので、ちょっと本当はこういう風に筋肉の流れに沿ってやりたいんですけど、ちょっとたまに軽く横に滑らせます。クレンジング洗い流しました。デュオのクレンジングバームは、髪活性剤ちょっとマイルド多めに作ってるんですね。なので、洗い流し、20回ぐらいしてくださいね。水彩の酵素洗顔を使っていきます。っていうのは、今日はちょっと私のスペシャルケアをお見せしようと思って、私は酵素で週に1回、皮脂詰まりを分解して、角栓とかのタンパク質も分解する、酵素が入っている酵素洗顔を使用してから、実は次に、ピーリングジェルっていうのをやります。これ本当はお風呂の中で、やってますので、毛穴がもっと柔らかくなった状態なんですけども、ちょっと皆さんにお見せするために、ちょっと油が多い T ゾーンから乗せていきます。本当に優しい力でやってくださいね。で、私ちょっと首も緩みます。タオルは押さえるように。で、お風呂から上がったら、次に、この週一のスペシャルケア。このくらい出して、まずお鼻から乗せておきます。まぶたは下げてくださいね。本当に薄くよ。で、ちょっと首前にちょっと伸ばします。首のケアってね、本当に、これだけやってたら、
顔のトーンと首のトーンが全然変わっちゃったっていう。このまま 1,2 分放置します。で、ちょっとこの話をしたことがなかったのにするんですけど、なんで私デルファーマーのピーリングジェルを使ってるかっていうと、クリニックでピーリングを受けてた時にどこが使ってるんだろうと思って思い切って聞いたんですよ。そしたら、デルファーマーっていうメーカーですよって言われて、それ以外、まあ、いくつか皮膚科でピーリングやったんですけど、どこもデルファーマー使ってたんですよね。じゃあ、自分でもデルファーマー使えないかな、自分で買えないかしらと思って、ネットで見てみたら、ホームケア用は売ってたので、それ以来これを使ってます。はい、1分経ちました。そしたら洗い流していくんですけれども、これジェル状なので、ぬるっとしてなかなか洗い流しにくいなと思って、私このちょっとコットンを使って、まずね、ちょっとこういうふうに、水道水に普通に、濡らしちゃうんです。で、結構、ひたひたぐらい、もうお湯が持たれてるねぐらいで、こういうふうに、優しくすぐらせます。本当に優しくですよ。本当に触ってないかしらみたいな、ぐらい。途中で、裏返して、布で洗い流します。これで落とすケアは終了です。なんですけども、夏のケアで、私、このピーリングが終わったら、それが普段の時はお風呂から出たら、すぐ、こちらを使います。これは、S100 っていう原料名なんですけども、顔機能還元性4水って言って、まあ、超温泉水みたいな感じ。ミネラルがたくさん入っている、お水となります。なんと、このお水には、高い抗酸化作用、保湿作用、それから浸透作用、洗浄作用を持つんですね。あとは、抗菌とか、抗ウイルス力も持っています。しかも、人のタンパク質、私たちの細胞膜とか、そういったものは、分解しないっていう確認もされていて、安全性が高いとされています。アトピー肌改善のデータも持つんですよね。なので、私結構ニキビがここに実はできてるんですけども、後でちゃんとお見せします。これ、ずっと、使っています。特に夏は、お風呂上がりにこれを使ってるんですね。お風呂から出たら、今はちょっと今日ピーリングしたの、ピーリングの後なんですけども、お風呂から出たら、私、いろいろやりたいんですよね。ボディケアとか、あと、ちょっとストレッチとか、スクワットとか、いろいろやりたいので、スキンケアに入るまでに結構時間がかかるので、その間ね、結構夏だともう皮脂が出ちゃうんですね、自分の皮脂が。なのでこれ皮脂を浮かせる作用があるんですね。しかもこれ保水作用もあるので、保水も叶えながらっていう風なのをこれで行います。これでボディやったりとかなんとかして、でも乾くんですよね。そしたらもうまたこういう風にどんどん呼吸していくっていうやり方をやってます。一通り終わりました。それでこれから与えるケアに入りますって言った時に、私これを洗い流します。一回余分な皮脂と一緒に目薬をさします。私が使ってるのは RB ロイヤルなんですけど、私ご紹介したら売り切れちゃったとかって薬局の人に言われました。ありがとうございます。年齢経てくるといろいろトラブルがあるので、私目薬を絶対に刺すことをお勧めしてます。これで、シャワー後ボディケアをしてストレッチまでして与えるケアにいよいよ入ります。私実はコミュニティで皆さんにご相談させてもらった通り、ここにニキビができちゃったんですよね。今この大きさなんですけども、つい3日前に膿ができて、これの2倍ぐらいの大きさの赤みだったのね。それで皆さんにこんな顔ですっぴんで出ていいんだろうかっていうことで、皆さんのご意見を聞いたところ、皆さんはもっと休んでくださいっていう温かいお言葉をいただきまして、本当にありがとうございました。私それからこの3日皆さんのね温かい言葉が聞いたんですよね。だからすごく嬉しくなっちゃって、それで結構ストレスが緩和したのかな、赤みがこう急速にちっちゃくなったんですね。そんな4年ぶりに大きなニキビができたぐらいなので、かなりちょっとお肌も実は敏感気味になってるんですね。でさっきちょっとピーリングをお見せしちゃったので、ちょっと赤いです。ご容赦くださいね。一番最初はやっぱり外せないこちらです。これはもう本当に私のお守り美容液で、これがなくては生きていけないっていうものになります。これは私が開発した美容液で、12種類のなんとアクティブな美容成分を
すべて推奨濃度、つまりエビデンス濃度以上配合したものなんですね。まず机の上でデータを見て100種類以上ぐらいの原料を、それから、自分で原料を一つ一つ確かめながら、その12種類の組み合わせ、それから比率を見つけていったんですね。で、その間、12種類美容成分すべて高濃度配合っていうのは、ちょっと私、お薬のようになっちゃうなと思って、細胞試験出したんですね。相乗効果とかも、毒性もないっていうことも、確認して開発しました。本当にこれサイエンティフィックに開発してまして、結構開発した人生の中で一番大変だった。開発になります。皆さん肌悩みは一つじゃないですよね。私40入ってから本当にもともと身体質、それが加速する、あとシワ、毛穴の開き、あとたるみ、こんな目ちっちゃかったっけみたいなだったんですね。顔とかもなんかここの境とかがだんだん曖昧になってくるとか、顔が長くなってくるとかね、そういうことがあってもどうしようって言って、でそこでもう本当に私の人生かけて同時多発的なエイジング悩みに全て全力投球できるような美容液を開発しています。多分ねこれがあったから80本くらい使ってると思うんですよね、開発段階も含めて。だから私4年ぶりにニキビができたって言ったんですけども、私ねニキビね、それ以前は自分で炎症ニキビ海出せなかったんですよ。なのでいつも皮膚科で炭酸ガスレーザーで穴開けてもらって圧出してもらってたんですね。今回は1日でニキビの兆候が出て、お風呂入る頃には、30時間寝てなかったんですのに入る頃にはもう海になって、顔洗ったら海は取れたと。だからそこまで結構代謝が良くなってるんだなっていうのを感じました。はい、じゃあいよいよちょっと塗ってきますね。これちょっと事前に少しだけ振っていただいて、規定量は2プッシュなんですけども、夏のダメージにも効果があるように作っています。もう抗酸化力も高いですし、いろんな炎症もケアしてくれます。でここの陣中のところも、ここの指の腹を密着させて塗ってくださいね。実は鼻のここ ADM なんですよね。でまだ表にシミとしては出てきてないんですけども、内側に真皮のところに隠れ ADM があって、光が当たるとちょっと黒く見えるでしょ、ここ帯みたいな感じで、これ本当 ADM の典型的な症状なんですよね。なのでちょっと私ここに、あと気になるところにもうワンプッシュ塗っていきますね。この辺もシミが気になるところ、ADM は真皮に落ち込んじゃったシミなので、結構化粧品でケアは難しいんですけども、ワクチナイザー開発してから結構加速してたのがピタッと止まったんですよね。下から上に、内から外にっていう風に、ここですよね、ここ。やっぱりまだこの辺ちょっと赤いので、ちょっとワクチナイザーは抗炎症効果が高いんですよね。私ここのニキビの跡の部位にも今塗っちゃってます。最後にちょっと首も忘れずに塗ってくださいね皆さん。首は私ワンプッシュにしてます。この形で首塗ってくださいね。下から上にこうどうぞみたいな感じで、この顎下リンパ節っていうのがあるんですけど、こういうところはこうして、この強さ塗った隙のところはちょっと結構強めに下げても大丈夫。今日ちょっと準備体操を省いちゃったんですけど、ここね、お顔の老廃物のゴミ箱なんですよね。だからこうチョキにして、この鎖骨を挟むようにやります。すっごい怒ってます私。ちょっと今日喋りすぎて凝ったので、耳をこのまたチョキみたいにして、耳の前と後ろってすごいリンパ節固まってるんですよね。だからここは結構私こういう風にゴリゴリ動かします。はい、本当はこれワクチナイザーの前に行ってくださいね、ごめんなさい。で続いてはこちらです。で SK2 フェイシャルトリートメントエッセンス、私実は皆さんに今までご紹介してなかったんですけども、大好きな化粧水なんですよね。で SK2 さんやっぱね、ちょっと法律の兼ね合いがあっていろいろ効果は言えないんですけども、かなり様々な研究をされている美容成分、それが SK2 ピテラですよね。私これね、個人的にワクチナイザーとの相性を素晴らしいと思っていて、セットで売らせてもらえませんかみたいなぐらい好きな化粧水になります。でこれ本当にシャバシャバなんですよね。このくらい手に乗るぐらいを出してもらってお顔に塗っておきます。これも指の腹と手のひらも密着させて塗ってくださいね。で絶対にパッパって塗らないで、こういう風に塗らないで
お顔に指の腹を密着させて、なじませるようにしてください。ムラなくならないと、潤いムラっていう問題が結構ね、ここ3年ぐらい言われてるんですよ。もうちょっと水分が欲しいので足します。でも SK-2 の化粧水をマクチナイザー使わないで塗るときと使って塗るとき、全然違うものになります。CM だ、ね、こうやって近く見ると全然私毛穴もあるし、赤みもあるし、今日はちょっと赤みが出ちゃってるんですけど、リアルに感じていただけたら嬉しいです。で、続いてはちょっと今日 SK-2 使っちゃったので、トラネキサム酸を補いたいんですね。最近レビューしたこのハク、今回のリニューアルすごかったですね。このくらいね、塗ってきますね。ちょっとここ気になるところ、これもムラなくね。パクってちょっと油分が入ってるので、ニキビ跡のところはちょっと本当は避けて塗るべきものになります。トラネキサム酸はね、いいんですけどね、ちょっと油分が入っちゃってる。で、続いてはこちらになります。トゥベールレチノショット、これ最近リニューアルしたんですよね。去年リニューアルしたと思ったらまたリニューアルって言って驚いたんですけども、どこが違うか説明してほしいっていうお声があったので、ちょっとご紹介しますね。同じなのはプアレチノールを筆頭に5種のレチノールを配合して時間差で効かせていく処方になっています。違うのがマトリキシルっていう高シアペプチド、これマトリキシルシリーズっていくつかあるんですけども、それを3種推奨濃度以上、原料メーカーのエビデンス濃度以上配合してるっていうことなんですね。マトリキシル3000というのは、光老化に特化した高シアペプチドで、マトリキシルモルフォミクスっていうのは、こういうたるみじわ、本当はね、たるみじわとか縦じわとか言うんだけれども、実はそれシワではなくって、英語で言うとフォルドっていうのよね。で、こういう風なところはリンクルでしょ。シワっていうのは筋肉に直角に入ります。こういうマリオネットラインとかほうれい線とかっていうのは、筋肉と筋肉の境目が溝になっちゃうんで、たるんで、それで入ってしまうので、正確にはたるみなんですよね。で、ちょっとゴルフラインはちょっと特別で、ちょっとこれリガメントっていうものがここにあって、それが生まれつき目立つ人目立たない人っていうのがちょっと違っているんですよね。ただ皮膚に厚みがあったり、神秘が元気だったりするとゴルゴラインって目立たなくなる。ごめんなさい、何が違うのかっていうと、マトリキシル3000、マトリキシル新生、それからマトリキシルモルフォミクスっていうのがあるんですけども、マトリキシル新生っていうペプチドを増量したそうです。このマトリキシル新生っていうのは、基底膜、表皮と神秘を隔てる膜、そこをターゲットにしたペプチドになります。基底膜って本当に重要なんですよね。表皮と神秘の信号のやり取りをしているところでもあるし、基底膜がね、普通は波型にあるんだけども、これが年齢とともに平坦になっちゃうのね。そうすると衝撃が来ても返せないようになるし、そうなるとシワがこう刻まれたりとか、たるみになったりします。あとは基底膜って私たち怪我をバーンとかするでしょ。そしたら怪我したりすると破れるんですよ。あとは、普通に紫外線ダメージとか、いろんなストレスで結構基底膜ってダメージ受けて破れちゃったりして、そうすると本当は表皮にいるべきメラノサイトが神秘に落ち込んじゃうっていうことになって、深いシミができたりします。なのですごいね、重要なのね。基底膜をターゲットとしているマトリキシル新生を、なんとこれおかしいんだよな、推奨濃度2% だったと思うんですけど、 2% からなんと 3% に上げたっていうのが今回のリニューアルの、メインになります。マトリキシル新生は特におでこのシワと目尻のシワ、アイクリーム的な存在で使ってもいい？もちろんアイクリーム的な存在として使っても大丈夫です。今回のリニューアルで、もう一個グルタチオンと、アセチルシステインも追加配合をしたそうです。両方ともメラニンの合成の最終段階で黒色メラニンに移行させなくて、単色メラニンに移行させていくっていう、ビアクルートに持っていく成分ですね。抗酸化作用も持ち合わせます。ただね、ちょっと濃度が不明なんですよね。で、もともとこのお値段でこの内容みたいな、驚いてたのに、原料めちゃめちゃ価格高騰してるんですよ。ただでさえこのお値段にびっくりなのに、さらにマトリキシルを増量してきて、濃度は不明だけれどもグルタチオンとアセチルシステインを加えたということで、サービス品の域に達してる商品だと私は思います。こんな感じなんですね。で、なんか見た目あんまり変わってないと思うんです。で、でもちょっと塗ると結構塗ります。私は3日に1回の使用にしてます。昨日ね、あんまりねちょっと使いすぎ注意なんですよね。もろもろ理由があるんですけど、他の動画でお話ししてます。はい。
こう何点かに置いたら、伸ばしていきます。で以前よりなんかねみずみずしくなってます。オイル感がちょっと減った。うん、タニキシルもグルタチオンとかも水溶性の原料なんですよね。だからあの水の割合が増えたのかなと。ここは塗らないようにしてくださいね。あのレチノールって実はあのレチノールを感知する受容体が炎症経路につながっちゃうあの受容体なんですね。ニキビ跡とかニキビの時はこう絶対に避けて塗ってくださいね。私も首のシワがすごく気になるので、はい、塗り終わりました。でこれ本来はこのクリームの後に使っていただきたいんですけど、私レチノールモサなんですね。あのレチノールすごく強いお肌なのでクリームの前に今使ってますけど、皆さんはクリームの後にあのレチノショットをお使いくださいね。続いてはこちらです。もうこれね私の一軍選手コスメデコルテリポソームアドバンストリペアクリーム。夏は秋冬の半分ぐらいの量にします。私秋冬結構たっぷり使ったと思うんですよね。このくらい私これの倍は使ってたんですね。はい、このようにちょっと置いていただいて、ここから下から上に引き上げるように、本当にこうやって化粧品をなじませる。私たちの血管って、表面から 0.2 ミリのところにいます。なので丁寧になじませるだけで血行もちゃんとあの適正に促進してくれることになるんですよね。だからあえて私はあんまりマッサージやらない。今鼻は塗りません。もう夏は絶対鼻は塗らない。で次にポーラ BA アイゾンクリーム、これも何度もねあの出してるんですけども、これは実はあのポーラさんはクリームの前に塗ってねって言ってるんですよね。でも私はなんかねクリームの後の方がなんか効果を感じるのね。ちょっとねリポソームクリームが特殊だからだと思うんですけどね。ポーラアイゾンクリームは目周りのたるみに特化したアイクリーム。薬指を使います。あの薬指が私たち の, あの手の中であの最も力が入りにくいかつ面積が大きいので、これで、塗ります。私はクマがこういうふうに引っ張られているのでこうちょっと戻すような感じ、こういう向きで塗ってます。でも皆さんはこういうふうに塗っていただいてもこう塗ってこう塗ってこうでも大丈夫です。引き上げるようにあの目が垂れてきたんだよねみたいな方はこういうふうにあの塗っていただいてもいいです。私はこういうふうにあの元々釣り目だしクマがこう引っ張られてるのでこういうふうになります。今回私ニキビ本当にどうしようって思ったんですよね。これが一番効いた、こちらです。ロート製薬、DRX アザクリア、アズライさんの高配合のクリームになりますね。なんか私コスレバハとかも使ったんですけど普段すごい大好きなんですけど全然こっちの方が効果がありました。こういう風に取っていただいて、ここにポンポンと塗ります。で気がついたら私ここにもニキビができていて、でなんとなくこの辺も赤みがあるので、あの普段は私こういうトラブルがある時しか使ってません。このニキビ跡が大きかった時はもう本当にここにピンポイントにあの塗ってました。であんまりあのこれアズライさんの長期使用をおすすめしない理由としては、これ私のいろんな科学的な知見に基づいて私これ言ってるんですけども、アズライさんって高使用腫瘍を抑えるっていうことね、細胞の増殖を抑えるんですね。なのであのメラノサイトを抑えてくれるんだけれども、あと炎症性物質とかも抑えてくれますね。なんだけれども実は表皮細胞肌細胞も抑えてしまう懸念があります。これは私の意見なので全然あの長期的に使って大丈夫だよっていう方もいらっしゃると思います。そういう方はあの肌の状態を見てたるみが進行してきたなとかあのシワが進行してきたなと思ったらちょっとアズライさんをやめてみるっていうぐらいでいいかと思います。これでお手入れは終了なんですけども、一番最後にちょっと表面に浮いたあの油分をちょっとそーっとねあのそーっと抑えます。抑える前に、私の恒例の行事があって、ちょっとねなじませたいのね。もっとちょっと最近実はすごくあのストレスが多くて本当に泣きそうなぐらいだったんですけども、そういう時は皆さんから温かい言葉あんなにいただいて本当ありがとうとか、今日こんなことがあったねとか、本当にいいこともたくさんあるよねって言って、なんだろう、感謝の気持ちを実はね鏡に向かって話してます。危ない人でもね、そうするとなんかすごくもう涙が出るぐらい冷
辛いねこともなんかこう感謝してるうちにだんだん和らいで、すごくなんかなんだろう、人生がとてもなんかいいものに思えてくるんですよね。だからぜひ皆さんもこんな私みたいに怪しい行動は取らなくてもいいんですけど、でもちょっとねきつい方もいますよね。だからそういう方とかに会った時はそうじゃない人のことを思い浮かべて、人の温かさをに感謝するっていうのがちょっと私のやり方。皆さんもぜひもしよかったらやってみてください。それが終わるとちょっとなじまんだわねみたいな、10分ぐらい結構ブツ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 言ってます。そしたらティッシュをひし形にしてちょっとね軽くね本当に軽く押さえてください。そうすると余分な油が少し取れて、ちょっとね膜感がフィックスするんですよね。私は混合肌なので、鼻の頭とか鼻のこういう小鼻の溝とかはちょっとしっかりめに、はい、ここに粉瘤ができたことがあって、耳の裏ってできやすいんですって。すごい痛かったし大変でした。でそれ以来私ここをね、よく洗うし、こういう油も抑えるしってことをしてます。これで完成です。どうでしょうか、お役に立てましたでしょうか。もう本当に悲惨な気持ちで皆さんにコミュニティでご相談したのがこのぐらいになったっていう、ごめんなさいね、これ写真撮っとけばよかったんだよね。でもね本当その時限界で、こういう YouTube やってる身として気をつけますね今後。やっぱり今回も私ニキビですごく思ったのは、開発から4年ぐらいかで続けてきて、本当に肌の力、肌力が上がってるんだなって自分で思ったんですよね。やっぱりなんか毎日の積み重ねで肌の力を引き出していく、本来あるべき力を高めていくっていうことがすごく大事なケアなんだなっていうふうに今回ニキビで思いました。あと、夏のケアとしては本当にやっぱ注意すべきは皮脂なんですよね。で皮脂過剰になると水分量が低下するっていう知見をこの間の学会で花王さんが発表してましたし、皮脂が酸化すると皮脂の中のスクワレンとかね、第一ターゲットにしていろんな連鎖を生んで酸化炎症が広がってきますので、そうするとエイジングが進んでしまいます。まずは本当に皮脂に気をつける、それから抗酸化を心がける、あとは日焼け止めは朝はねきちんとするようにしてくださいね。あと私と同じような肌の方とか、通常程度の乾燥肌の方とかだったら週1回のスペシャルケアは絶対やってね。酵素洗顔とピーリングケアですね。はい、いかがでしたでしょうか。どうだった、ごめんね今日ね、あれなんですよね、撮影環境をとかカメラを変えたので、すごい実はこれも時間がかかってるのよね。みんなねちょっと頑張ってここまで付き合ってくれて本当にありがとうございました。今日鏡にも言っとくので、はい、前のカメラ機材とか環境よりもちょっとリアルにさっきめぐの肌が見えたよっていうふうに思っていただけたらすごい嬉しいです。毛穴とかも私本当に別に普通にありますし、シワもあります。遠くだとねちょっと見えにくかったのかなって思うんですよね。結構私も近づいた時にあーって思った、これ私がいつも見てる肌よねってはい思いました。ちょっと親近感持ってくださったりしたらいいなっていうふうに思います。この動画がためになったとか、つかの間のブレイクタイムみたいなねになりましたとか思ってくださったら、ぜひ高評価チャンネル登録お願いいたします。ではまた。